どうも、ねずっちです。宮崎県の病院でですね、60代の男性技師が勤務中に日本酒を6合飲んで懲戒処分というのがありましてね、何なんでしょうね、これね。で、すごいのがね、1時間で6合飲んだんですって。よく病院ってね、まあ、外科とか、歯科とか、内科とかありますけど、この男の場合はね、飲むしかないかって感じだったのかね。そんなことないか。ねえ、だけど、これあれですよね。バレた瞬間ね、こう、病院内、不穏な雰囲気、漂ったでしょうね。そしてこの男は漂ってたっていうね、なんとかなんなかったんですかね、これね。でも前からやってたのかね、バレんじゃないかっつってね、日本酒だけにヒヤヒヤしながら飲んだのかね、見つけた人は頭くるよね。お前何やってんだっつってね、日本酒だけに缶に触るっていうね。まあだけどね、この男よくないですよ。お酒だけあってね、この男自身が悪者になった。ねずっちです。ではまた。